花を育てることで思いやりや感謝の心を育む運動に参加してきた伊万里市の小学生が感じたことなどを発表しました。人権の花運動は児童が協力して花を育てる中で思いやりや感謝の心を育んでもらおうと伊万里市や法務局などがおよそ40年前から行っています。伊万里市の山城西小学校では今日児童37人が6月と10月に植えたパンジーやサルビアの苗を飾り育てている時の思いを綴った花への手紙を読み上げました。いろいろな人にも優しく接して誰にでも平等に接せるように人権の花で学んだことを生かしていろいろお話ししたりしたいと思います。また花形のメッセージカードにいつも笑わせてくれてありがとうなどと書き身近な人への感謝の気持ちを伝えました。